を大切に食べる。最後どこ行ったか分かったよ。全然ちゃんと見つけてる毎回。ありがとう。メリークリ、あ、よく分かったね。そう、メリークリスマス。あ、前髪切りました。そう、豊勝さんお久しぶりです。こんばんは。元気？元気かい？ディズニー帰りわずです。おい、いいな、ずるい。サンタさん、内緒だったな。ありがとう。髪切りました、前髪。視界良好。沼にはまった？やったー、いいことだ。めいちゃん、めいちゃん、ヘイチ、ヤッホー、こんばんない。会えてよかったね。ね、荷物増やして。いや、全然だよ、ありがとう。あ、これは、あの、筋を今伸ばしちゃって痛めてるので、あの、これ以上やりすぎないように固定してるだけです。他の指はここまで曲がるけど、この指はここまでしか曲がんないよっていう、あの、ここが伸びちゃってるから。メリクリ終わり、まだ終わってないよ。寝るまでがメリークリスマスで、皆さん改めてメリークリスマス。ヘイちゃん、ありがとう。会えてよかった、よかった元気です、イエーイ。トヨカツ、トヨカツカツカツ、キュンです。クリスマスはずっと続く。フンミン、メイちゃん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。メイサさんもちろんやけど、アイリちゃんとリマはいいなと思った。お、いいね、幸せをお裾分け、ありがとう。俺は支えるよ、支えて。重たい荷物ですんません、感想お願いします。え、ありがとう、本当に。ていうか、みんな本当プレゼントいっぱいありがとうございます。お手紙とクリスマスカード、そう、お手紙入ってた、ありがとう。今日載せた写真は、あの、載せたプレゼントの写真は全部今日もらったやつじゃなくて、あの、名古屋でもらったもの、使ってるやつをピュッて忍ばしてるんですけど、それでは聞いてください。バンザイファイター、じゃーじゃじゃじゃーじゃ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 ー。荒野を流す正義の使命を帯びて、平和もたらす我らバンザイファイター参上。実のところそんなにピンチはないけど、久しぶりにちょっとね変身見せてあげる。明日か4日、うわ、待ってる。それはすごく幸せをお裾分け。そう、すごい話した時すごい幸せそうだった。今年からでしたが、バンズジパンを知れて楽しかったです。いよいよお調子を。今日でおたっこ様、そうだったの、お疲れ様でございました。来年もよろしくね。クリスマスカード笑うわ、キャッハッハって。そう、思いっきりも歌えます。さあさあ戦う者たちよ、愛する人たちを救うため、守りたい世界がある限り、決めろ必殺万歳ボンバー、いつだって誰かの笑顔溢れるように、前万歳ファイター、明日を切り開け。昭和の戦隊ヒーロー感がツボでした。エサーラはなんとチャイナ服を着たヒーローでございました。やっとこの振りで歌えるね。ね、ようやく歌えます。参上かかってこいや。じゅんや、お疲れ様、ありがとう。アニメのオープニングみたいで秒で好きになった。え、嬉しい。あの曲超いい曲なのよ。メイキングワロタ、そう、メイキングめちゃめちゃ良かった。メイ笑え、自分笑えってずっと思ってたよ。永遠に笑わんやん、あの子。機嫌悪そう。機嫌悪くないんだよ、なんかもうってなってるだけなんで、スイッチが切れちゃってる、ちょっとだけ切れてるか、
撮られてると思ってなかったと思ってたけど、めいちゃん、みけんたん、やっほーだい。来年の名古屋スタートです。おー、よろしく。こちらこそ良いお年をし忘れたな。あちゃぱあちゃぱだ。それはおやすみおやすみ。アイリもいいポジションのいただいていただいたミュージックビデオを見て泣きそうになったお宅です。アイリちゃん超ハッピーハッピーポジションだね今回。言い忘れたんやけど、10人と色ジャンピンをいただいたのでコンプしました。ウェーイ、コンプリートおめー。めいちゃんの足ごちそうさまでした。いや、あれ実は両足スリットが入っててやばいの。裏話としてはミュージックビデオ安原マジでメイク薄かったんですよ。メイクさんにされたんだけど、え、もうすっぴんに近い、本当に何もやってないに近いから、え、本当に顔が薄いの。それがちょっと本当に未だに受け入れられてない現実だ。かやばん、あきおめ、めいちゃん、まだだよまだだよ。衣装付き3種類コンプしました。おめでとう。それはいいことだ。そりゃいいことや。まさかの歌い出しだわ、サビ前だわ、落ちサビ後半だわ、両ポジ満、両ポジ満載で喜びの顔つき。そうだね、万歳ファイターはどっちに行っても楽しいかも。どっちかというと、上手側は半分ぐらいまでで行ってくれた方が嬉しいかも。下手は結構奥側まで行くんやけど、上手はちょこっとだけなんで、センター割り、サビがセンター後ろが多いので。メイタンと目を合わせられました。やったね、メリークリスマス。パガワはヤッホーヤッホー、ハローハロー、よし、かわいい目、本当にありがとう。 We wish you a Merry Christmas, We wish you a Merry Christmas。 何より神天2でゼロズレでしたから大歓喜でした。イエーイハッピー届けますや。めいちゃんリアルチュンリーやって、それよく言われる。めチャイナ服着ると絶対言われるんだけど、今回色味もチュンリーさんやったからもうガチガチのチュンリーでした。何が心配って、これでもしライブやりますって言われた時が一番心配。パンツ映るパンツ見えちゃうそれぐらいスリットがギリなんですよ。やばいやばい。もうこいつが会えない夜だららららら。今日仕事納めやったのにまだ仕事終わってなくて、土日も来週も仕事あるのって何かのバグですね。それバグだよ、一応確認しといた方がいいよ。これバグですかねってこれバグじゃねえっつって確認した方がいい。朝起きてなんだっけ、サンタさん来てなくて、ああ来んかったって思って、サンタさんおらんかったんやって思ったら、ライブ会場にバイサンタさんがいました。ペチパンでしのげないのよあれ。私ペチパン持ってったのにこれダメって言われて、見えちゃうからダメって言われて、本当に言えないけど、めちゃめちゃ頑張ってますあれ。本当に頑張ってるあの衣装。実は結構本当に多分画像とかてか携帯 YouTube でゆっくり見れるようになったら、ちょっとスリットの深さにちょっと注目してください。両方スリット開いてるから、もう寒いのなんの布をまとってるのかわからなかった。めいちゃんこんばんで、お疲れ様でした。キスちゃんありがとうございます。しんご、はじめまして、メリクリでした。はじめまして、今日のめいちゃんは初めてだから、はじめまして、メリークリスマス。わず、安原めいさんのパンツまで回収させてくれるファイター、笑った。でもね、安原はちゃんと見せないように頑張るので、そうセクチーめいちゃんなのでよろしくお願いします。顔薄くてちょっとショックなんですけど、頑張ったのでよろしくね。メリークリスマス。いろいろやばいと思った、思った。攻めたのめいが本当に、いや衣装なんですけどね、ミュージックビデオの衣装が今回なんか、私上半身が乏しいので、なんか胸元開いた服とか着ないタイプなんですけど、
胸元の空きはゼロなのに胸元の防御は 100% なのに足の防御がゼロなんですけど、どういうことですか？だいたいなんかこうザーラはピタッとした衣装が多いんですよ、なんか当てられるときに。そう、今日の YouTube お披露目載ってるんで、あ、今日のお披露目 YouTube に載ってるからちょっと見てみてほしいです。もしかしたらまたね、ジャンピングアップジャパンの時と同じ感じでみんなの前であの衣装を着る日が来るかもしれないので、楽しみにしててください。エチエチなのかけしからん、いや本当にマジで両方スリットが入ってると思わんかった。目片方かなって思ってて、あ、これ踊りにくいわってずっと思ってたの。そして両方空いてたから逆に踊りにくいわってなりました。足の防御はゼロ、素晴らしい。横からのね、横からの足はもうバチバチです。ロイヤルプラント、こんばんざい、こんばんざい、今日もお疲れ様でした、ありがとう。そう、今日のお披露目ライブは YouTube に載ってるのでぜひチェックしてみてね。そう、エチエチなんですよ、けしからんな。足開いた時におっなったよね、絶対なると思った。上半身の防御力 100、 下半身は0、語弊しか生まないコメント、確かにこの言い方するとどういうこっちゃってなるけど、でもあれがち間違いではないという。サムさんの防御力、防御力がねめちゃめちゃ弱いというか低い、低いっていう。え、塩が美味しそう。ラーメンもらったんだけどさ、絶対美味しいんだけど、どうしよう。うわ、味噌これ、うわ、うまそう。トウモロコシ買ってきて炒めて入れよう、これバターと。あ、足好きにはたまらんと思います。ちょっとデブなんですけど、デブだけど愛してくれ。今日はこういう感じの服装です。ホワイトクリスマス、ホワイトクリスマスにならんかったね、くそー。ラスクリスマス、今はまだ思い出になんてできないよ。縁起のいい町が、縁起がだね、縁起がいい町が分からんけど、これでまたしばらくは上手のお宅してますね。お、上手のお宅や。スリットって蹴りでの攻撃力めちゃめちゃ強いけど、なんか足上げないであんまりって言われました。あの、見えちゃう、本当に本当にすごいね、工夫されてたので、ちょっとこれは本番楽しみにしててください。何枚私は履かなきゃいけないのだろうと思いながら、今毛糸のパンツ履いてもいい？寒いしライブの時とかは、もしライブでやることがあったり、みんなの前に出ることがあればたくさん防御していきたいと思いますけども。I love the new music video. Thank you. I'm very glad. Thank you. Thank you. Please watching music video. Many, 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 many. デブだから愛してほしい。デブやけど愛して。目覚ましボイスでほしい。おはよう、デブだけど愛してね。自らデブって伝えてくスタイル、スタイル。こういうのさ、開けるの好きなんですけど、ありがとう、みんな選んでくれたんだよね、ありがとう。さあ戦う者たちよ。いや本当にこういうのやると大変。メイちゃんは拳だけで勝てると思う。メリケンサック強すぎ。いやもうほんと、ボディーミルクありがとう、すごい使う、これはすごい使います、大事。あ、もう完璧ですね。やっぱビビッときてるよ、君の決め付きもせよ、香りまで妄想しちゃうなんてバカね。あ、メリケンサック超強いけど、実は途中まで持ち方分かんなかったって、スタッフさんにずっと教えてもらってた。桜も好き、ありがとう。夏のイメージ金木犀よ。これ私がよくもらって使ってる化粧水なんですけど、めちゃめちゃ良くて本当にありがとう。なん
かもいっぱいありすぎて紹介しきられないの。ありがとう、あの写真見てほしい。いっぱいありがとうね、本当に。なんか蒸気でホットアイマスクとかくれてさ、みんな分かってんなって思いました。本当に天才かと思った。この間あの名古屋の時にいただいたクリスマスプレゼント1個使ってったから、ちょっと家の鍵がついて、家の鍵をつけてるんだこれ。 I love it。 ありがとう。これも写真に入れました。どこがデブなのか、めちゃめちゃ食べてた。あの時期メリケンサック、私の武器メリケンサックだった。ツボです。頑張って覚えたいです。あ、甘いみかんさんこんばんざい。新曲ツボだった。え、嬉しい。ぜひ覚えてほしい。みんなで踊ろう。あの曲で意外とサビは簡単な振りだ、というかサビじゃなくて、テテ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 、結構真似しやすい振りになってるので、一緒にこうお家とかでもこうなんていうの、踊ってみてほしいです。使ってくれてるの嬉しすぎなんだが、あはっ、ざっす。お家の鍵くっつけました、ありがとう。チャックがあるのがいいね。そこにお金を入れてます。今なんかその移動することが多いから、そこにお金がちょっとでも入ってるだけですごく違うんですよ。次の特典会は拳で語り合おうな。どんどんどん濃厚接触や。今ね何してるか教えてあげようか。足がつった、左足がつりました。中の生地が一番かわいい、主役しかいない。あの今左足つった、痛い、治らないよ。どうしたらいい。いやさ、あれお団子だったのよ。すごいお団子。あの髪型するの大変なんですけど、いつかできるように頑張ります。いててて、あーダメだなこれは。あーこれはダメだな。あーどうしよう。あーどう、え、おー釣った。いててて、どうしたらいいの。ほ、こうだな。バンザイファイターのチャイナメイちゃん見てきたよ。お、すごい顔が薄い安原メイちゃん。ヌッキーこんばんざい。メイちゃんこんばんざい。立ち上がりたいんだけど今日メイス超ミニ。あいたた、あれが可愛すぎて、あいたたたたた、いたよ。あ、ズボン履いてますちゃんと。いたー、本当にごめん。あれが可愛すぎて出血だった。本当に。あ、治った、治りました。あ、ちょっと痛い痛い。なんでみんな今日の靴下超可愛いの。犬痛い痛い。ラバタンコンパちゃん、やっほー。ちょっと待ってね、今左足がつってて、ちょっとやばい。どうしたらいいか分かんない。あ、やばいやばい。見え方が。今日はこういう感じの服装でした。中はこういうショートパンツなんですけど、チラッと見えるぐらいがね、可愛い。このチェックの冬の素材なので、やばい。夜ご飯ついてた。このビッグサイズのスウェットですね。すごく可愛いんですよ。これもう一個買おうと思ってます。裏起毛であったかくて、でもこのサイズ感が良くて、私はすごい今重宝しているんですけど、足が太りました。実は足太った、ショック。だからね、寒いからだろう。よし、はあ、
ケーオッケー。今日ちゃんとお風呂で上がったらマッサージしてから寝ます。いつも知ってるんだけど。ラバタン、ひでちゃん、こんばんざい、ハッピーメリークリスマス。一旦落ち着くまで壁につま先を押しつつけて、ふくらはぎを伸ばして、そう、いつもこうやってつま先をこうやって持ってるんだけど、今日は寒くて。めいちゃんの足、ごちそうさまです、2回目すごいいっぱい足を出す冬になりそうだ、今年は。もしあの衣装使うよって言われたら、私はあ、すごい今日は寒いぞって覚悟しながら生きていく。足細いやないか、細いやないか。細くないよ、全然デブ。みんなには錯覚で細く見えてるだけ。めっちゃ太りました、実は。今戻ってきたけど、スクショしました。立ってた方がいいよとか言ってたのに。足出しジャパン担当です。足出しジャパンっていうか、なんかあのお母さんの衣装も、実は割烹着抜いたらすごいタイトな服やったんですよ。だからこの今回もタイトだから、ユサーラの衣装はタイトって決まってるのかもしれない。私はブカブカのダボっとなのが好きなんだけど、タイトっていうのが大事なのかもしれない。ゆうすけ、こんばんは。こんばんは。足出し JPAN ですね。足出しジャパン。そういえば俺の差し入れ受け取ってくれたかな。あ、受け取りました。ありがとう。ツイッターに多分写真載せてるので見てみてね。その辺は周到なオタク、悪い顔をしてんな。あっちゃ、変態だ。昨日はお誕生日でした、おめでとう。明日のライブみんな来てよ、来てよ。明日明後日も日本ライブあるんだけど、なんか今日いっぱい会えたのに明日と明後日全然いないの寂しいな。会いに来てほしいな、めちゃん推しさん、待ってるよ。昨日お誕生日でした、おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、あなたからメリークリスマス、私からメリークリスマス、サンタクロースイズハッピートゥーターねえ、聞こえてくるでしょ、鈴の音がすぐそこに、タンタタタタタタタ、待ちきれないでおやすみしつこに、きっと素晴らしいプレゼント持って、あんたからメリークリスマス、私からメリークリスマス、サンタクロースイズハッピートゥーター。お疲れ、しんごくん。おいばなのワンマンライブと丸かぶり、それは言った方がいい。恋かなのにすまないです。いや、マジ夜の方ゼロなんで今んとこ。みんな来てほしいな。タンタンティー、こんばんは。こんばんは、おつです。ちょっとテーピング外そう、めちゃめちゃ大げさに見えるけど、ちょっとずつ良くなってきてはいるんですよ。って、でも今日の1回目の時に、なんでやってなかったのって言われたら、初披露だったから、初披露はちゃんとしたいなって思って、初披露はあのテーピングを外してました。めいちゃんがゼロなんて悲しい、すごい悲しいよ。今明るく振る舞ってはおるが、超悲しいので、会いに来てみんな。2月14日また厄介な行事があるわね。そうよ、ワンマンライブがなんとありまして、ワンマンライブ皆さん大事よ、ワンマン。手どうしたんですか？あの筋を痛めちゃって、あのテーピングをしてます。そのこれ以上あの悪化させないようになので、もう結構良くはなってきてるんだけど、念のためね、ちょっと良くはなってきてるんで、本当に心配めちゃめちゃかけるほどではないです。ほんまほんまほんまやで。
いしょ、ぺちゃん、ぺちゃん、よいしょ。あ、そうじゃん、新型コロナウイルスちょっと、ね、人多くなってきてるから、みんな手洗いうがいしっかりして予防していこうね。あと年末年始もすごいね、ライブがあるから、みんな、あの、なんと今年 NPP さんにもあれなので、ビータインライブに逃げる、バレンタインライブに逃げるか、バレンタインライブみんな会いに来てね。ワンマンライブ久々だね、そう思うと。まあ、バンザイファイター公演という名前なので、ちょっと楽しいんじゃないですか。これは私たちが精一杯愛を送るワンマンライブにしますので、ぜひ会いに来てください。東京行ける世界になってたら、いや本当よ、遠征できる時間になってたらいいな。小指短すぎない？マジでいつも見てて思う。しかもこうやってめっちゃ小指立ってて、映像でどんだけ立ってんのって思いました。小指。コンポタケシ、こんばんは、こんばんは、ハッピーバースデー、あ、間違えた、メリークリスマス。ジュースじゃないよ、黒ウーロン茶だよ、僕の大好きな黒ウーロン茶だよ、僕の大好きなクラリネット、パパからもらったクラリネット、とても大事にしてたのに。ババンババンバンババン、トゥルルートゥルルートゥルルートゥルル、ババンバンババン、ひょひょひょですよ。古いか。いや本当に今日は皆さんありがとうございました。いや、ふざけてる場合じゃないんですよ、本当にありがとう、本当に本当の本当、メリークリスマスでした。皆さんありがとう。今何見ようとしたって、充電を見ようとしたんだ。 OK、 シルバーメリークリスマス、メリークリスマス、クリスマスの歌といえば何？なんかあるっけ？クリスマスの歌、もう定番、定番じゃなくていいけど、こういうクリスマスに聴きたくなる曲とか。じゃあ今ハマってる曲があるけど、みんなにはまだ内緒期間だから教えられないんだ。ヤギちゃん、こんばんざい、ライブお疲れ様、ありがとう。サンタ帽子かぶってます、今日はサンタさんだったから。明日は新木場スタジオコーストさんからの渋谷エイジアや、お待ちしてます。配信本当にありがとう、しかし本当に早く会いたい、会いたいよ、海外行きたいんだけどね、全然行ける見込みがまともならないっていうけど、いう感じですね。行きたいね本当に。ピエンピエン、サムライダー、よしぽん、トーグリスガリからこんばんぜ、おやすみ、おやすみ、ありがとう。サンタさんの曲なんかあるかな、なんかあれば歌えるんだけど。あ、アワテンボウの、あ、すごい、めちゃめちゃクリスマスだ今、あの、あれが人気曲ランキングが全部クリスマスになってる。でも知らないんだけど、全部
これは何？あーでももう忘れたわこれ。あー、全然わかんないんだけど。良平こんばんは。え、全然、あー私クリスマス向いてないのかもしれない。クリスマス向いてないとかっていうね。たったでー。君に似合うと思った僕らの制服クリスマス。特別な日なのにごめん待たせちゃって、夕暮れの乾いた風、君のスカートが揺れる。大丈夫私もさっき着いたところ少し赤くなった鼻で恥ずかしそうに笑う。ママにはまだ内緒にしよう。二人の世界が始まる。あ、でも安原お休みの人は引き止めないです。改札の前、君の手つかみ、大人にはもう見えない世界、制服のまま飛び出そう。ただ、
クリスマスの曲でした。あ、バラありがとう。そう、エサーラはあのおやすみっていう言葉は止めないです。あの寝るのは大事だから、あのおやすみっていうのはあれだよ。しおげさんこんばんざい、こんばんざい、パチパチありがとう、イコールメイ。この曲はよく聴いてた。もうでも他のクリスマスの曲知らない。みんなは知ってるの逆に。あ、これ歌えるかも。ケーキ食べようみんな。充電ないって言われた。こんだけやってたのに。ああ。サンタクロースクリスマス前にやってきた。急いでリンリンリン、急いでリンリンリン、鳴らしておくれお金を。リンリンリン、リンリンリン、リンリンリン。の曲ポップで可愛いよね。バックナンバーか。ゆっちさんこんばんざい。イブの昼間からサンタ帽子は天才かと思ったメイ。あわてんぼうのサンタクロース、仕方がないから踊ったよ。楽しくちゃちゃちゃ、詰め合わせなの？おせち料理みたい。シャラリンランみたいな。ウケる。シャリランロ。メイクリスマスの曲本当にね、あれしか知らない。プッチモニのやつ、これしか知らん。ぴったりしたいクリスマスしか知らん。やっぱクリスマスはこれじゃない？素敵な出会いますように。
今週中にはバイトを決めたい。来来週には彼氏を決めたい。まあそういうこっちゃでドタバタするわ。パンスと履かなきゃ案外冷える。合コンするにも経費がかさむ。ね、単純明快だって言ってるじゃんって言ってるじゃん、はい、サンタのおじさんお願い、映画見たくて合わせてね恋人。ぴったりしたいクリスマス、まったりしたいクリスマス、頭の中ほとんど彼氏。今月ピンチね、電話止まりそう。メイクのためなら早起きしちゃう。まあっちゅう感じで休日は過ぎる。友達の彼はなぜか大した男を連れてこない。あつまんない。ぴったりしたい週末、ドッキリしたい年末、自慢したい素敵な彼氏。サンタは本当にいるの？小さい頃から信じてるのに。もうサンタさん、サンタさん、ぴったりしたいクリスマス、まったりしたいクリスマス、頭の中ほとんど彼氏。ぴったりしたい週末、したい未来の彼氏、彼氏、彼氏、彼氏。この曲しか名はクリスマスの曲知らない。あとあれ、あなたからメリークリスマスしか知らない。他なんかクリスマスっぽい曲あったら歌いたいけどないです。昔からめちゃめちゃ聴いてるんですけど配信が止まりがちですね。配信がよく止まっちゃう。ピエンピエンとか言って、そんな感じかな。びっくりするぐらい今日配信が止まる。世代的にはボアさんのメリクリとか、バンプさんのスノースマイル、ボアさんどういうやつ？クリスマスキャロルがってやつ？それ違うか。流れる頃にはテレレテテ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 、絶対こんな曲じゃない。いやもうこれぐらいしか知らんねん。いられると思い出す君のドルチェ&ガッパーナのその香水のせいだよ。今度カラオケ配信しようと。あれ？わっ、ということで、ずっとずっとてててててるてててて、みたいなやつ。今雰囲気でやったけど、
違かったらどっちよ、どっちよ。リトちゃん、やっほー。明日は新木場スタジオコーストさんからだよ。伝わった。そう、新木場スタジオコーストから渋谷のエルジ屋さんでライブがありますので、皆さんぜひ来てね。ハッポハッポ。夜のライブはなんかコールが可能らしいですよ。まあでも今のところですけど、これがもっと OK になるかどうかわかんない。19日に年齢変わったオタク通ります。 Happy birthday to you、 Happy birthday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 、 おめでとう。 Happy birthday、 おめでとう。はい、ということで本日のクリスマス、皆さん一日ありがとうございました。またね、明日ライブ2本、新木場スタジオコーストと渋谷エイジアです。会いに来てね。明後日は新宿キースタジオと、あ、キースタジオと川崎クラブチッタですの2本立て、両方2本立て。さっきのやつみんなスクショするしたらダメだよ。間違えてこっちから折っちゃったから、こっちから折らないといけない。新宿キースタジオとクラブチッタ川崎という、2本、4日間8本ライブってやばくない？単純に会えるかもしれないし会えないかもしれない。え、どっち？どっちどっち？リトちゃん、リトちゃんどっち？ちっくん、あけおめ、あ、間違えた、え、なんだっけ、メリークリスマス。さっきから間違えすぎって言ってみんな間違えちゃった。結構間違えてるよね、目、さっきから。新キバ？新キバ？キバキバ？どっちなんだい？どっちなんだい？教えて！こんばんは。わわわわ。クリスマスとかない世界線に生きてるので、僕は2021年を生きてます。一緒に行こっかな。ダメだよ、じっくん置いてかないで、メイのこと。一緒に生きていこうよ、あと残り少ない2020年を共に生きていこう。ではないか、カン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 。可能性あるなら渋谷かな。あ、渋谷か、オッケー、了解ちゃん。会いたい、待ってるよ。今日はクリスマス浮かれポンチになったから、浮かれてんじゃねえよって言ってください、みんなで、せーの、浮かれてんじゃねえよ。ということで明日からまたね、年末に、年始に向けて、もう年末年始か、言うて年末年始に向けていっぱい頑張っていきますので、応援の方よろしくお願いします。時空超えすぎて、君の名は、君の名は、私は茶色、あなたの、僕は右半役、琥珀の主。これは千と千尋の神隠しや。時空超えすぎちゃった。君の名は見たことないからさ、勝手に変換して千と千尋にしちゃった。なんかやったじゃん、地上波で。それも録画しようと思ってたんだけど、録画もできなくてショックを受けた結果、千と千尋が脳内で勝つっていう。ポケットからキュンです。え、何落としたの？キュンです。君がくれたキュンです。でも君にあげられなくてチョンです。
明日からまたライブがいっぱいあるので皆さん2020年たくさん会いに来てください。それでは配信の方終わりたいと思います。明日も配信するのでもしよかったらルームのフォロー、ツイッターのフォローお願いします。以上、バンドイジャパン石川県の伝道師リーダーの安原芽衣でした。また明日お会いしましょう。バイバイ。え、リンにあげたの？マジ？ランリンちゃんに聞いてみようかな、持って帰ったって。いや持って帰ってんな、これ絶対 DVD あるところにね、ないから。いやー見たかった。君の名は、君の名は、君の名は、あ、今日の目、今日はオリーブ系のヘーゼル色かのカラーコンタクトにアイライン細めのものを使ってます。で、すごい今日はメイクがブラウン系です。ちゃんとアイラインとマスカラもしております。おやすみありがとう、おやすみありがとう、おやすみありがとう、明日お楽しみにしてます。ということで、安原芽衣でした。またね、バイバイ。おつめちゃん。